浜松大学は静岡県浜松市北区と田町1230に本部を置いていた日本の私立大学である。1988年に設置され、2016年に廃止された。2004年11月、健康栄養学科、子ども健康学科、心身マネジメント学科の設置が認可された。その際、留意事項として専任教員を配置していない。 主要科目に専任教員を配置すること、トコハ学園大学教育学部初等教育課程、心理教育学科、トコハ学園短期大学保育科の定員長課の是正に努めるよう指摘された。浜松大学の学園祭は、キトルス祭と呼ばれている。キトルスはポルトガル語で、立花を意味し、柑橘類を指す。浜松大学の所属するトコハ学園のトコハが、 立花の木を由来とすることで、キトルス祭となった。開催は、例年11月の第2週土日。第13回より始まった、フリーマーケット、宮古田大使や、花火、有名落語家などを招いて行う、浜大寄せが行われた。浜松市北区と田町にメインキャンパスとなる、宮古田キャンパスを持つほか、浜松市東区半田山にある、半田山キャンパスでは、 大学院健康科学研究科臨床心理学専攻の授業が行われる臨床心理教育実践センターが設置。国際学術交流東京帝国など、ありがとうございます。